海道神社は、長崎県新上五島町、有川郷船津地区の大森島に鎮座する神社である。クジラの甲骨を使用した鳥居があることで有名。海道神を主催神に、エビス神を廃止する。廃止神のヒルコ神は、合祀された船津地区、エビス神社の祭神である。大森島町上のホコラクジラの甲骨の、鳥居創建年代は不詳。 町や長崎県のほとんどの資料等に記載されている。由緒によると、元那三年度五年にかけて、有川村では、毎年6月17日に限って、海で遊泳する大人、子供に歴史人が相次いだ。地の大人役の高井長と三重門に街道神からの、神託によって、三古島に石祠らを混流し、街道神を奉仕したと記載されている。また、 翌6年6月17日には霊祭を行い、二十顔踊りと呼ばれる即興の寸劇を奉納したところ、歴史者は亡くなったとされる。その後も二十歌の奉納は毎年行われ、現在では有川地区の年中行事である十七日祭りとなっている。しかし近年では郷土シアによる研究が進み、いくつかの矛盾点が指摘されている。江戸時代中期から、 明治初期にかけて村の漁業、農業、風俗等を記した江口文書や慶応四年に記された祖母君神社の縁起書によると、慶長三年の祖母君神社法線の際、それを守護する大森神として有川湾の中の島に竜神を祀り、これにちなんで島の名前を大森島としたと記述されている。また、当時は大人役という役職もなく、 高井長富江門という人物も、法歴5年以降に記述があり、この時期には存在していないことが確認された。文久4年の資料では、法歴2年6月17日に、船乗り等の水難防止を祈願して通り物を始めた、との記述がある。また、全国に伝承されるにわかの初記録によると、いずれも江戸中期の通り物から始まり、大阪、京都、 江戸での即興衝撃の流行の電波を受け、江戸時代初頭より20家の芸体が確立されたとされ、有川村が江戸時代最初期から全国に先駆け20家を創始していたとは考えにくいため、江戸時代後期以降の創始ではないかとの指摘がされている。明治中期に船津恵比寿神社を合志、同41年に祖母君神社に合祀されている。この時に、 拝殿や鳥居は破壊され石祠らのみ祀られていたが、昭和2年に鳥居を建立し、同48年に、芸骨の鳥居が、日東捕鯨株式会社より奉納されている。平成16年には、有川港の整備事業によって埋め立てられ、陸続きになった。その他の有川里の神社に、有川神社がある。ありがとうございます。